皆さんこんにちは、高丸です。今回はこちら、ヘアバンド兼ネックウォーマーを編みました。大きさは縦が約9センチ、こちらの一周が約46センチぐらいになっています。今回はお家の中で、あの、ちょっと家事をしながらとか、寝る時にも使いたいなと思って、あの、小さめの こんな感じのネックウォーマーを作ってみましたヘアバンドとしてもちょうどいい大きさになっていますどちらで使ってもらってもいいですしあの2本作ってヘアバンドとネックウォーマーとして作ってもらってもいいかなと思いますよかったら編んでみてくださいそれでは材料の紹介をしますこちらのピンクの方が動画で案内している方で グリーンの方は試作品として作りました糸はダイソーさんのエアリーリリーですカラーはピンクベージュを使用しました材質ポリエステル73%アクリル27%重量約 30g 約 60m かぎ針の目安は8から10号になっていますこちらを1玉使用しました 試作の方はエアリーリリーのセージグリーンです。こちらも一玉使用しました。かぎ針は9号針です。あとこちらボタンを使用しています。ボタンはダイソーさんの木製ボタン。こちらを一つ使用しました。その他、ハサミ、とじ針、マーカーなどを使用しました。材料は以上になります。 それではこちらの編み方を簡単に説明しておきます。こちら、まず鎖の作り目を15目作りました。15目作って、長編み鎖、長編み鎖という編み方を繰り返しています。こちら全部で23段編みました。縦長のものを編んで、最後にこちら、最初と最後をつなげて輪にしています。 こちらサイズを変えられるときは最初の作り目を奇数目で作ってください。段数の方も奇数段で編んでもらったらと思います。それでは編んでいきます。糸はエアリーリリーを1本取りで、かぎ針は9号針を使用します。はじめに鎖の作り目を15目作ります。糸端を手前に持ってきて、 左手の人差し指にかけます。親指と中指で押さえておいて、この隙間に針を入れます。手前にくるっと回して、ねじれたところを押さえておきます。糸をかけて、引き抜く。引き抜きましたらこちら引き締めます。左手で引っ張って引き締めてください。 こちらの輪が少し大きいときは調整してください。簡単に調整できます。あまりきつくなりすぎない方がいいと思います。では、ここから作り目作っていきます。糸をかけて、1、糸をかけて、2、糸をかけて、3、 それでは鎖の作り目を15目作りました。ここから1段目を編んでいきます。15目目の裏山ではなく鎖目の方に15目目の鎖目です。こちらの後ろ側の鎖の方にマーカーをつけておきます。こちらあの最後につなげるときにあの 印に、目印に付けておいてもらった方が分かりやすいかなと思います。こちら、分かられる方は付けなくても大丈夫なんですけれども、ちょっと付けてもらったら分かりやすいかと思います。こちら、このままつけたままあの編み進めていきます。こちらは最後につなげるためのマーカーですので、こちらはこのまま置いておいてください。で今から編んでいく方は、鎖の裏山を開いていきます。裏山は、 まず、えー、長編み、鎖、長編みと編んでいきますので、15目目、14、13目目の裏山にマーカーつけておきます。最初に針を入れるところ、13目目の裏山です。糸が出ている裏山、15、14、13です。こちらにマーカーつけておきます。では、1目目は、 長編みです。鎖が3目です。1、2、3。こちら長編みの1目めです。こちらまたちょっとマーカーつけておきます。1目めの印です。鎖3目で、次、鎖を1つ編みます。針に糸をかけて、マーカーをつけたこの裏山に針を入れて、長編みを編みます。 こちらに長編みこれで長編み鎖長編みと編んでいます次は鎖を1つ針に糸をかけてこの目編みました1目飛ばした次の目こちら裏山のみです裏山に針を入れて長編みを編みます こちら長編みで鎖を1つ編んで針に糸をかけてこの目編みました1目飛ばした次の裏山こちらに長編み鎖1目針に糸をかけて 一目飛ばした次の裏山こちらに長編みですまた鎖を一つ針に糸をかけて一目飛ばした次の目こちらに長編みです鎖を一つ。 針に糸をかけて1目飛ばした次の目こちらに長編み鎖を1つ針に糸をかけて1目飛ばしたこちら最後の目です。こちらに長編みを編みます。 これで1段目が編めましたでは次は2段目を編みます編み地は下側を通って返しますでは初めに鎖3目こちら長編みの1目目です1目目のマーカーをつけておきます 長編み1目で鎖が1目全部で鎖4目編んでいるんですけれども長編み1目と鎖というのを編んでいます針に糸をかけて前段で長編みを編んだ頭に長編みを編みます長編み鎖長編みでこの長編みのところに長編みを編みます 次は鎖一つ針に糸をかけて鎖で長編みの頭次は鎖針に糸をかけて鎖で長編みの頭こちらに長編みを編みます 次は鎖針に糸をかけて鎖で長編みの頭鎖針に糸をかけて前段で長編みを編んだところに長編みです。 こんな感じでネット状になっていきますので、この編み方を繰り返していきます。鎖が1つ、で長編みの頭で、最後鎖を編んで、こちら1目目の印につけたマーカーです。この こちらのところにこの目に長編みを編みます鎖を編んで最後マーカーをつけているこの目に長編みを編んで2段目が編み終わりますこちら1目目もちょっと外しておきますこちら最初につけたこの目あのマーカーつけたままで編み進めてください ではこれで2段目が編み終わりましたでは次は3段目です編み地は下側を通って返してまず鎖3目こちらが長編みの1目目ですこちらにマーカーをつけておきます1目目の印です長編み1目で鎖が1目 針に糸をかけて前段で長編みを編んだ頭の目こちらに長編み鎖が一つ針に糸をかけて前段で長編みを編んだ頭に長編み鎖が一つ針に糸をかけて 長編みの頭の目、こちらに長編みと編んでいきます。ではこちらを繰り返していきます。このあの最初の目がちょっと見えにくい、わかりにくいかと思います。こちらマーカーつけてもらったらあの目,目をあの落とさずにいいかと思いますので、こんな感じでマーカーつけながら編み進めていってください。 では全部で23段編んでいこうと思います。今3段目です。全部で23段編みます。それではこちら23段編みました。23段編みましたらこちら編み地をつなげます。輪にしますのでこのままつなげていこうと思います。最後の長編みを編んだところです。でこちらをこちらが手前の 右側になるように持ってきてもらってこう重ねてくださいこちらとこちらをつなげていきます編み始めのところと編み終わりの段とでつなげていきますでは鎖を1つ編んで1目目こちらに針を入れてこちらの編み始めのところも 1>, 1目目に針を入れます針を入れて細編みを編みますで次はこの鎖のところにこのまま針を入れます向こう側の編み始めのところも鎖のところに針を入れます糸をかけて持ってきて細編みを編みます 次は長編みです長編みの頭編み始めのところも長編みの頭細編みを編みます次は鎖のところに針を入れる向こう側も鎖のところです長編み長編み鎖この隙間に針を入れてもらって細編みを編みます 次、長編みの頭。向こう側も長編みの頭。細編みとつなげていきます。次は鎖と鎖あの。同じですので割としやすいかと思います。次は長編みの頭。長編みの頭。と つなげていってくださいそれでは最後のところです今長編み同士でつなげました最後鎖向こう側も鎖のところに針を入れて細編み編みましたらマーカーつけていますこちらの目に針を入れて 向こう側もマーカーつけていますので最後のこちらにも針を入れます長編み同士に針を入れて細編みこんな感じでつなげています最後は糸をカットして一度糸を通してから引き締めますこちら このまま糸の始末の方はとじ針でしておきますこの後ろ側のところでしてもらったらいいと思いますこちら今細編みを編んだこのあたりであのしてもらったらいいかなと思います と向こうに行って戻りますではこちらも同じように糸処理の方してもらって仕上げに進みますそれではこちら糸処理を終えて仕上がりましたワンポイントにボタンをつけています こんな感じの仕上がりになりました。糸の方があの可愛い糸ですので、こんな感じであの可愛く仕上がっていると思います。編み方の方もあの編みやすい編み方で編みました。サイズ変更もしやすいと思います。お好みの大きさで編んでみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。